マリアン・ホッサは、スロバキアの元プロアイスホッケー選手、NHL シカゴ・ブラック・ホークスなどで活躍していた。マリアンは、WHL のウィンター・ホークスに所属し1998年のメモリアルカップ優勝に、貢献、97年の NHL ドラフトで、オタワセネターズから12番目に指名。その後は、アトランタ・スラッシャーズ、ピッツバーグ・ペンギンズ、デトロイト・レッド・ウィングスを経て、 2009年、ブラックホークスと12年6280万ドルの契約を結ぶ。2010年、スタンレーカップ優勝に貢献した。2008年のペンギンズ、2009年のレッドウィングス、2010年のブラックホークスと異なるチームで3年連続でスタンレーカップファイナルに進出した、史上初の選手となった。2011年12月に400ゴールを決めた。 なお2004から05シーズンは、スウェーデン・エリテセリエンの、モーラー・アイケイと、母国スロバキア・エクストラリーグの HC グクラ、トレンチームに所属していた。2012から13シーズン、2014から15シーズンもブラックホークスは優勝し、2007年シーズンから、数えて8年間で5度のスタンレーカップファイナル進出、うち3度の優勝を経験。 2015年あたりから進行性皮膚疾患を患っていたが治療薬にアレルギー反応を示してしまった。2017から18シーズンが始まる前にシーズン前球がチームより発表され本人も2018年5月にもうアイスホッケーをすることはできないと実質の引退を発表。発作の残りの契約を引き受ける形でアリゾナ雇用手ズとのトレードが成立した。 契約が終わる2021年に正式に引退予定である。2020年、四角一年目で、ホッケーの殿堂に選出される。ありがとうございます。